はい、台風14号大変心配したわけでありますが、今のところ農作物についてまた道路あるいは山崩れ崖崩れ、そうした情報は入ってきておりません。まあ、一箇所、高遠に行く361の除けのところですね、ほこじの除け、あそこで倒木が上から落ちていたということで今処理をしているという情報が入っています。また農業関係については JA の方でも確認をしているわけでありますが、まあ、今のところまだ情報が入っていないという段階であります。本当に昨日おとといあたりから大変私ども心配をして、で危機管理の方でも詰めてはいたんですが、まあ、何事もというかそうした大きな被害なくて終わったということで安堵をしております。で特に果樹についてはこの2年間本当に自然災害で収穫ができなかったと、で今年はいいぞという話をしている最中に今回の台風でしたので、果樹農家の人本当に安堵の気持ちかなと思っております。今日またいくつかお話をさせていただきますのでよろしくお願いいたしたいと思います。まず最初にスマイル稲スマイル補助金についてでありますが、この9月の定例会でお認めをいただきましたので、この補助金をいよいよ発動するということであります。で伊那市では今までさまざまな移住定住施策に取り組んでまいりまして、移住相談件数また移住者の数というのは年々増加をしております。で昨年は伊那市で把握をしているといいますか、伊那市の支援を受けて移住された方過去最高の163名ということでありました。ただ一方で転出者、この掴んでいる転出者もこの163を上回っておるということ でこの170名ほどなんですが、その多くはほとんどの方が周辺の自治体への転出ということでありまして、ここについてやっぱり歯止めをかけなければいけないということがその背景にあります。でこの伊那スマイル補助金については移住定住を促進をするということに加えて市外への人口流出の抑制を図るということで、これまで支援策のなかった伊那地域、旧長谷村高遠町等については支援があったんですけども、旧伊那市、伊那市についてはその定住そういう支援策がありませんでした。でそうしたことからこの制度を全域に広げようということで、住宅の新築補助金、また民間事業者への宅地分譲、こうしたものに対しての補助金を創設をしたわけであります。でまた伊那市によって、宅地開発、また不動産事業者、建築事業者と連携をした土地と住宅の、情報の発信、こうしたことも戦略的に実施をしていこうという考えであります。で多くの方々に利用をしていただくためにしっかりと周知期間を取って広く PR を行って、来年の4月から運用をしていこうということであります。でちょっと細かいところに入りますけれども、宅地の新築補助の創設、これは伊那スマイル補助金ということの中でありまして、今まで支援策のなかった伊那地域での住宅の新築取得に対して新たに補助を創設すると。で補助の基本額、これは25万円で、誘導地区の地域内への場合はこれプラス25万円、土地の取得を伴う場合50万円で、市内業者で建築をした場合50万円ということで、最大150万円という補助が出るわけであります。で私もこの連休中に何人かお会いした中ですでにもうこの情報が広がっているようでありまして、何人かの方からそうした制度が使えるのかという話をお聞きしました。
でこの今の新築、まあ、住宅の新築補助のほかにも宅地分譲に対する補助というものがあります。でこれは事業者が行う3区画以上の宅地分譲に対して、住宅の建築が、まあ、確実となったところで1区画あたり、それぞれ30万円の補助を行うというもの、それから宅地開発についての補助については、都市計画マスタープラン等に沿った、住宅誘導区域を主に、まあ、1箇所あたり2区画以上の分譲を基本として造成、を進めるものと。でさらにあの移住定住相談窓口の充実も今まで以上に図っていこうということ。他にもあのフラット35の金利引き下げ対象エリアの拡充ということもあります。で、まあ、他にもあの薪ストーブとかペレットストーブの設置補助の拡充ということもありますので、まあ、さまざまこうしたものを使っていただいて、まあ、家を作っていただくと、ひいては、まあ、周辺への流出を防いでいこうという考えであります。じゃあ次にあの稲から減らそう CO2 であります。で、まあ、稲市ではあの地球温暖化への対策として平成28年の年の12月に稲から減らそう CO2、これを合言葉に稲市二酸化炭素排出抑制計画というものを策定をして取り組んでまいりました。で、まあ、国では2050カーボンニュートラルとか、また長野県でも同じように2050のカーボンオフセット、まあ、こうしたことを通じて CO2 削減、まあまあ、温室効果ガスの排出量、これを 46% 以上削減するとか、まあ、ゆくゆくはゼロにするとか、まあ、そういうことを進めております。で、まあ、稲市ではあの脱炭素の事業に取り組む自治体を、まあ、選んで、これはの選ぶのは環境省でありますが、全国で5、6カ所の市とまた県もあったと思うんですが、地域脱炭素移行再エネ推進交付金というものを、新設をいたしまして、でこの稲市の取り組み、稲から減らそう CO2 の取り組みをさらに加速化させるということで、まあ、事業申請をしていたところ採択を受けました。でこれはの令和4年度から令和8年度までの事業で5年間で総額27億8000万円と。でこのうち国からの交付金というのは12億1000万円ございます。であの今お手元にお配りをしてあります資料、これはあの今年度実施をする事業の概要であります。具体的には個人住宅また事業所への太陽光発電設備、あるいは蓄電設備、太陽熱の利用システム、薪ストーブ、ペレットストーブ、こうしたものを設置をして、こうしたものによって2分の1から3分の2の補助金を交付しながら、まあ、進めようというものであります。でまあ、稲市では日照時間が長いという地域特性を生かして、まあ、屋根置き型の太陽光発電の普及を進めております。で、まあ、これに、今回の事業によって太陽光発電設備と低地型の蓄電池について、まあ、新たに補助金の制度を創設するというものであります。でまたあの木質バイオマスについてはこれまでも稲市50年の森ビジョンに基づいて、まあ、資源の循環を進めてまいりまして、薪ストーブまたペレットストーブの導入に対する補助というものを行っておりましたし、また農業用ボイラーについても補助を進めてきました。で今回の事業を受けて補助率をまた大幅に引き上げて、加速的に設備の普及を図っていきたいと。でまた資料の裏面でありますが、対象設備の主な要件また対象者等が記載をされております。まあ、対象者の項目にありますように、市内の事業者が再生可能エネルギーの設備、これをあの設置することとしておりまして、まあ、市内事業者に対する支援にもつながるという考えであります。でこのこともあのいろんな業者とかですね、巷でも
かなり広がっておりまして、新しいこう、まあ、制度によって市内の業者またあの個人のそうした取り組みがかなりこう動き出すというようなそんなお話もいただいておりまして、問い合わせも随分来ているということのようであります。あと、まあ、5年の間ということの中で令和5年度以降でありますが、今年度の事業に加えて公共施設への再生可能エネルギー設備の導入、またペレットなどの木素バイオマス燃料を安定的に供給できる仕組み、こんなことにも取り組んでいきたいということで、今回の事業を契機としまして2050年を待たずして二酸化炭素の排出量、これは実質ゼロとなるようにカーボンニュートラルの達成ができるように今後取り組んでまいりたいという考えであります。ちなみに令和5年、今回採択されたのは、1県ですね、県が1つ、市が6つ、町が2つということで採択を受けております。以上がテーマとしてですが、次にあの情報提供ということでお話をさせていただきます。まず最初にあの学校に消防車、また動くオフィスなどがやってくるということで、これはあの伊那4学校の子どもたちに、こうしたあの、まあ、働く車といいますか、あるいは伊那市で取り組んでいる最新の取り組みの車、こうしたものを持って行って見てもらおう、体験してもらおうというものであります。で、あの伊那4学校についてはさまざまな子どもたちが、まあ、寄宿をしたり通ったりしているわけでありまして、まあ、特にあの基礎疾患のある子どももたくさんいらっしゃるので、まあ、コロナ禍で、まあ、普通というか他の学校よりも厳しい行動制限が取られているということで、まあ、いろいろなところに行ったり、またあの、活動する機会が失われたりということで、まあ、子どもたちが何もまあ体験できずにいるという状況であります。でそうした時に、まあ、洋学校の先生からですね、相談を受けて、まあ、伊那市が持っているモバイルオフィス、まあ、こうしたものが学校に出向いていくと、あるいは消防車などが行って、まあ、子どもたちに少しでも体験とか、そうしたものと交流できればというものを設けたいということで初めて企画をいたしました。で、まあ、乗り物が好きな子どもたち、実際に地域で活躍する車をに触れることで、まあ、仕事の地域の仕事を知ったり身近に感じたりということで、子どもたちの印象に残る体験につながればいいなというふうに考えるところであります。で今回集結する車については、児童の体験に適した車両、また内容の希望を学校から伺って、いなして持っている車のほかにも体験会の目的に賛同する企業にも協力をいただいております。まあ、参加者は伊那4学校の小学部の生徒とまたの職員、それから参加するものとしては伊那消防署の職員とかスワニーさんの社員の方で、伊那市役所の企画制作課、地域創造課、こういった皆さんが参加をしていくということであります。それから次にあの森のマッチング、秋の森マルシェについてお話をさせていただきます。令和4年10月の1日、火曜日ですけども、まあ、午前10時から、まあ、鳩吹公園において森のマッチングデーと
それから秋の森マルシェ、これを同時に開催をいたします。で、森のマッチングデーについては平成30年度から5年間にわたって実施をしております林野庁の補助事業、林業成長産業化地域創出モデル事業ということで、これも7億ぐらいの予算だと思うんですが、こうした補助を受けてその一環として実施をしているところであります。で、まあ、伊那市はまあ森林面積が非常に多いわけでありまして、まあ、この地域の資源を活用することというのは地域の林業また木材産業の活性化にもつながるわけであります。で、まあ、伊那市産材のものを地域で活用する消費するということで、まあ、川上から川下へのまでの事業体による流通のマッチングということにつながるだろうと。で、今回は地域のこうした関係する事業体の皆さん、まあ、一堂に会したマッチングイベントを開催しようということになりました。で、この10月の1日の森のマッチングデーでは、まあ、事業体の取り組みを知るための出展ブースを設けるツアー、これを開催をし、また上田森林組合による公正の機会での、木材の伐採、そのデモンストレーション、それからチェーンソーによる伐採だけではない、まあまあ、新しい伐採方法、先ほど言った公正の機械を使って伐採から玉切りまでまた枝払いも一気にやってしまうというこうしたもの、こうしたものを見てもらったり、また昨年植樹をしましたエリートツリーの様子も見てもらうということで、まあ、さまざまなマッチングデーのイベントを考えております。で、このイベントが同時開催 の森マルシェ、これは緑の委員会が主催をしているわけでありますが、この森マルシェと共同開催ということで、まあ、林業に関わる事業体だけではなくて、木材の最終消費者である、まあ、市民の皆さん、まあ、本当に大勢の皆さんに足を運んでもらいたいという考えでございます。それから次が池の水を抜くというですね、これは正式には貝掘りということのようでありまして、この貝掘りという言葉は日本語でありました、貝を掘ってということで、まあ、天竜川をせき止めて貝掘り体験のイベントを開催しようということで進んでおります。で、これはイベント、まあ、天気にもよりますけれども10月の1日の午後1時からということで、伊那市内の小学4年生から6年生と保護者、ペアで30組60人の参加者であります。今参加者を募集しておりますけれども、すでに 100組を超えるという応募でありますので、まあ、抽選ということで決めさせていただくわけであります。で、まあ、今回のこのイベントについては、まあ、テレビ東京の、まあまあ、人気番組の池の水を抜くという番組なんですが、川で行うのは初めてであります。で、これは国土交通省の天竜川上流河川事務所、また天竜川漁協さんにも協力をいただいて開催するわけでありますが、今回の目的といいますか、これは一つには外来魚、外来生物がだいぶ増えているという、まあ、池だけではなくて川にも随分増えているんだよということの確認ができればということ、それから川に流れてくるゴミ、こうしたものがどういうものがあるのか、川にゴミを捨てれば目の前からなくなるだけれど、どっかにみんな溜まっていくんだよということ、それとあとはマイクロプラスチックですね、こうしたものも発見できれば、私たちの生活が川とそれからそこの生物とどうに、まあ、結びついているのかということを実際にこの貝掘りをしながら体験を学んでもらいたいということであります。で、
まあ、テレビ東京の人気の番組の緊急 SOS 池の水を全部抜く大作戦ということで、私もよく見るんですけれども、まあ、いろいろな仕掛けがありということなんですが、今回についてやっぱりは生物研究者、生物の研究者とか環境問題の研究者も同行してもらうということで、今までない切り口で川の水を抜くということであります。で、まあ、もちろんテレビ取材も入ってまいりまして、まあ、今回のイベントの模様、これはあの BS テレビ東京の土曜日の朝7時半からの放送予定ということでいいの？あれ夜やるんじゃない？これ。あ、あの本編のスピンオフ企画でやるやつなんで。ああ、あ、そういうことね。ということでぜひまたあの場所についてはまだ公表はできない。あ、大丈夫。天竜川と三浦合流点の下流側だそうです。それから次に蕎麦のイベントでありますが、まあ、秋10月の半ばからずっと5週連続ぶっ通し蕎麦三昧ということでやってきたんですが、まあ、コロナによってこのイベントが止まったままになっておりました。で、まあ、今年はですね、新井区の行者蕎麦祭り、それから三原市ファームの信州稲新そば祭り、これはあの3年ぶりに両方とも開催ということで、まあ今年はあの各団体のそば打ち名人による腕比べがあるという話もありまして、他にも西アルチカのみんな元気会とアルチカそばの会の西アルチカの新そば祭り、これは中止ということなんですね。その他10月の主な行事でありますが、マホライナ市民大学の修了証書、9月27日、それから10月の1日には日本女子ソフトボールリーグの、まあ、始球式といいますか、稲スタジアムで、リーグ戦が始まります。で、森のマッチングデイが10月の1日、森のマルシも同じ10月の1日で、同じく貝堀体験が10月の1日とで、またあの10月の2日には伊那市の環境展が予定をされております。これクリーンセンターでやるんだ。はい、それから伊那ちゃんの駅伝カーニバルが10月の10日、稲谷の有機農業塾第3回目でありますが、これが10月の12日と、それから市民大学の入学式が13日、で暴力追放地域安全稲市民大会が10月の15日、それから行者そばが10月の16日で、10月の22日ですけども、これ美鈴保育園で由紀沙織さんが来て子どもたちに童謡を歌ったり、日本語の正しいこう発音だとか、日本語の美しさ、そうしたものを子どもたちとそれから保護者の方に話をしてくれるということであります。これも3年ぶりですね。で、10月29日には高遠城市のもみじ祭りがオープニングということで、10月29日、これも3年ぶりなんですが、東京芸術大学のフルオーケストラ、シンフォニーオーケストラの、音楽祭、伊沢修司記念音楽祭が第1部が高遠町の文化体育館、それから第2部が午後の同じく29日の県稲文化会館で行うということであります。それからあのチラシにありますけども、中村やろく、あの中村やろく知ってる方と知らない方いるかもしれませんが、日本の林学博士の第1号ということで、高遠出身、新徳館で学んだ人であります。で、この中村やろくはあの衆議院議員になったりとか、
本当にあの政治家としても活躍をしたわけでありますが、フィリピンの独立戦争に絡んで、武器を布引丸という船で、武器と人を送ったんですが、途中で沈没をしてしまったということで、これが国際問題に発展をしたという、まあ、そんなあの渦中の人物であります。で、この布引丸事件というものにか、関して、最終的には自分一人でこう罪を負うような形で、表舞台から姿を消したんですけれども、この中村弥勒の研究会というのがありまして、そうした皆さんが初めて研究成果を発表するということで、この10月の30日に高遠の山裾、ここで行われるということで、日程がいくつか後ろにあります。で、この話はあの、まあ、稲氏とゆかりの非常に強い日比谷の日比谷公園の中の松本楼、この松本楼の今の小坂、社長が、まあ、関係をしていて、で、ここにあの孫文とか、梅屋小吉という名前が出てますけども、こうしたあの中国の辛亥革命の後押しをした、まあ、松本楼、梅屋小吉、それからそのフィリピンの独立を支援をした中村弥勒と松本楼との関係とかですね、まあ、いろいろなことがあの研究成果として発表されると思いますので、ぜひまたこうしたこともご覧いただければと思います。で、ちなみに弥勒はあの高遠町の、宝山寺という東高遠にある、まあ、無住のお寺なんですが、そこにお墓があります。排水か排山か排水だったよね。で、あの新徳の森を作ったのも弥勒です。で、その森の中に、お墓があったりしておりますので、まあ、合わせてそうしたところを見てもらえるといいのかなということで、私も非常に興味のあるこのシンポジウムであります。あとはあの学習センター関係、高遠美術館では平串田中の生誕150年とか、市民ギャラリーでは東京芸大のワークショップ、芸大生と描こう段ボールの仏様とかですね。で、創造館ではあの自主制作の映画祭を行います。で、三原市ファームはやっぱり、秋のお祭りとか、地鉢コンテストは10月の30日というような予定であります。私からは以上です。それでは、質疑の方に話させていただきます。社名の名前の後ご質問がございましたら本日もお願いします。思うところが深いんですが、これあの全国で非常に少ない自治体があの事業再開されて、でその中に稲城が選ばれたということなんですが、この採決の決め手は何だったか。あの環境省とするとやっぱりこう CO2 削減をするっていうことが一番なので、それをさらにこう推し進めていく時の、まあまあ、リーダー的な自治体というのを、ね、探していたと思うんですよね。でそれがあの、まあ、うちから出したその資料というのも分かりやすくペーパー1枚で、理解できるようなものを出していったので、まあ、そうしたところがこう目に留まったんじゃないかなと。
過去のこう実績っていうか、その取り組みの、が認められたっていう感じですか。まあ、現在進行形なんですけど、CO2 削減を一般家庭の電力で何パーセントの目標値を立って、今何パーセントまでいってますよ。で、そのうちの再生可能エネルギー、まあ、木質バイオマスについては、現状の8倍のものに変えますよとかいうことを絵にして、そのためには薪のストーブだとかボイラーだとかペレットボイラーとか屋根乗せの太陽光とかいろいろなメニューを入れて、でこう書いて出したんですね。それで、これだったら、さらにこう加速化できるんじゃないかっていう、いう判断だと思うんですよね。ありがとうございました。他にご質問がございましたら、お世話になります。品部毎日新聞の関と申します。ハイボリ体験の件で一点教えてください。これは稲瀬さんとプレトダイレクトさんの協定がやっぱこういう形につながっているというような理解でよろしいですか。それは そうですね、もともとテレビ東京さんもこういった企画をやりたいという思いがあったようなんですけども、やはり川を止めるというのはなかなか難しいということもあって、であれば、まあ、いなしてそういった企画ができないのかということのご相談を受けて、国土交通省、電力河川事務所さんですとか、漁業組合さんからの協力もいただきまして、まあ、いなしで実施することができるようになったと。まあ、連携、協定の結果、まあ、こういった企画が成り立ったというふうに思っています。はい、わかりました。ありがとうございます。他にご質問がございましたら、お願いいたします。質問の方、よろしいでしょうか。ありがとうございました。次回の記者会見でございますけれども、10月の28日金曜日、午後1時30分からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。以上をもちまして、定例記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。